みなさんこんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。はい、ロジ先生の親友の同棲してにうんって言うまでです。私もこれめっちゃ気になってます、はい、めっちゃ表紙見ること多くて最近すごい私も気になってたんですけど、はいはいはい、まあ話すと長いんですけど、私は今ちょっとロジ先生にハマっておりまして、というかもともとすごい大好きな作品が他にもあったりして、はい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 、その経由でこの新刊が出ると、うんうん、新刊ですね。そうですね、かなりもう最近出て7月に先月かに出たものなんですけども、うんうん、もうこういう昔から学生からの知り合いがこのままずっと2人でずっと続いてってみたいなの流れがすごい好きで、しかも親友っていう関係性だったりとか、この親友がこの先恋人になって、恋人のもっとその先に行くみたいなのを描くこのロジ先生のテイストがもうめちゃくちゃ好きで、なんか私はすごいもともと子育て BL とか家族 BL みたいなものがすごい好きなんですけども、それってにそんな私に刺さるっていうか、はい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 、なんかすごく大きくてですね、うん、この作品は大学生時代にすごい仲良しの2人で同棲してた2人が、はい、同棲って言っちゃった同居してた親友2人が、はいはい、就職を機に一旦離れちゃうんですけど、はい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 、ちょっとまた転勤とかがあって片方が戻ってきて、一緒に住むのって、はいはい、住むのとか、うん、好きなの付き合うの、うん、どうすんのみたいなのをいい、ね、ずっとやるっていうのなんですけど、はいはい、すごくもうロジ先生の私の求めてるやつって思いながら読みました。これはそうです。両肩思いなんですかこちらは。これがなんか、はい、裏っていうかあらすじのところにあるんですけど、はい、絶対に付き合いたい攻めと、はい、絶対に親友でいたい受けっていう二人なんですけど、はいはい、だから、はい、まあ、両方思いです。確かに、あ、でもちょっと付き合いたいっていう気持ちがあるんですよ、はい、でお互いで付き合えばいいじゃん、うんうん、いいんですけど、うん、でもこの受けの方が結構思うところがあって、はい、親友だからこそ、はい、俺たちはうまくいってたんじゃないかとか、それぞれに彼女がいた時期とかもあったんですよ、うんうん、おー、なるほど。それぞれ、はいはいはい、でもそれぞれもなんかうまくいってなかったりして、はいはい、表紙にカメラが映ってると思うんですけど、ね、同じカメラっていう趣味があったりもしてたので、うんうんうん、恋愛よりもカメラの方を優先したりとかっていう部分もこうそれぞれあるので、うんうん、なんかこうキャラクター2人にとってその恋愛の部分がどれぐらいを占めてるのかとか、お互いのことをにどれぐらい時間とか気持ちを避けるのかみたいなのをなんか考えすぎて逆にこじれてってるみたいな状態で、なんかこれなんかすごいすったもんだしてって、すごいこじれてそのまま終わっちゃうんじゃないかっていう不安もあったんですけど、大丈夫なので、大丈夫なのでっていうか、もうだって親友の同棲に親友の同棲してにうんって言うまでですもんね。言うまで。でもこれやっぱ描き方もすごいいいんですよね、このうんって言うまで、はいはい、あとどれぐらいみたいなのをちょっと分かりやすく書いてくださったりもしてて、私は一番最後にこうもちろん言わないですけど、はいはい、この同棲してっていう括弧内の部分の言葉が最後はね、はい、ちょっと変わるんですよ。あ、はい、そこがもう、はい、本当にガッツポーズでしたのでちょっと本当に最後の1ページまで読めます、はい、もう最高なんですね。もう関係が進んでダメになったらどうしよう、もう可愛いでしかない、青春と恋愛とカメラは親和性が高いと思う。本当になんかカメラってそうですね、うん、私は読む前から想像してたんですけど、はい、お互いのことを写真で撮るのでは、はいはいはい、って思ってたら、うん、そういうシーンもあったりだとか、はい、よくあるじゃないですか、好きな人のことを撮るとすっごいかっこよく写っちゃうとか、ね、めちゃくちゃ可愛く写っちゃうとか、はいはいはい、そういうもう美味しい美味しい描写とかもすごくあったりして黒髪の方が絶対に付き合いたい攻め側なんですよ、はい、だからなんかこじらせてそうなんですよ、本当に感情がありそうな、すっごい好きで、はいはい、で黒髪の方が転勤で戻ってくるっていう側なんで、はい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 、ああそうなんですね。で帰ってきて早々にまた一緒に住みたいって言い出すのもこの黒髪の方が先なんですよ。はいはいはい、はいはい、で逆に絶対に親友でいたい受け、右側の受け側の方は確かにその親友でいたいけど、親友でいたいけど好きな気持ちはずっと持ってるんですよ。はい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 、で逆に受けの方はその気持ちは出さない、表に出さない、出せない、はいはいはい、もうむしろ好きにな
させんなよみたいな、うんうんうん、もう好きになりたくないっていうか、うんうん、気持ちこの気持ちどうにかしたいって困ってる側なので。あでもなんか言われたらそうな気がしてきました。1ページめくればというか、うん、あの試し読みの部分だけでだいぶ私はグッとくるシーンがこれすでにあったので、 あの2人がちょっと同棲、はい、大学時代に一緒に住んでいた部屋からじゃあバイバイって出てくところが試し読みでちょうど入ってるんですよ、はい、なるほど。その出てくところが、はい、すごくいいのでちょっと試し読みだけでもまず読んでみたらこの雰囲気がわかるというか、はい、だと思うのでちょっと試し読みを読んで読もうかなと思います、うん、はい、おすすめです。でなんですよ、ごめんなさい、もうはい、この、ロジ先生の新刊が8月に、はい、出るんです。これから出るんですけども、はいはい、青と緑、これがすごく良くて、青と緑っていう2人が出てきて、はいはい、でその2人の日常系ではないですけど、はい、あのちょっと赤ちゃんっぽい赤ちゃんっぽい、あの同じ同級生だったかな、学生で知り合い同士でお友達同士で、はいはい、片っぽがすごい赤ちゃんみたいな、はい、もうロジ先生来たと思ってもうすごく発売が楽しみなんですよ、めちゃくちゃ、はいはい、なんか赤ちゃんとは言うんですけど、はい、でもこんななんか見た目はねすごく大きな、はい、大きな男の子なので、うんうんうん、何が赤ちゃん、どこが赤ちゃんなんだっていうのを読んだら、いやバブバブですね。あバブなんですね。バブです。これはバブなんだ。で、あと、はい、なんか多分勝手なイメージですけど、このロジ先生の描く攻めバブ味が強い気がして、あ攻めバブ味なんですね。攻めバブな気がするんですよね。あそれがさっきの作品とかかな、なんか、ね、勝手なね本当私のイメージとかだったりもするんですけど、はいはい、いい攻めバブちゃんっぽい攻めいいですね。うんロジ先生絵が綺麗なのがいいですね。うんめっちゃ綺麗ですよね。私も親友の同棲してをなんか最近よく見かけて、うんうん、めちゃめちゃすごい綺麗で、なんか私あの眉毛とかをしっかり描いてくれる絵がすごく好きなんですけど、はいはいはい、それもちょっと感じてめちゃくちゃ刺さってますね今。右が青で、はいうんうんうん、左が緑くんで、で青の方がバブなんですよ。あ青あいいですね。このクールそうなクールガイがエケちゃんの一面があるエケなんですよ本当に。なんかでもこのバブ設定は本当に読んでるこっちはバブだなって思うわけじゃなくて、はい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 、もうちゃんと設定としてバブとか赤ちゃんとかいう単語がもうあの作中に出てくるので、そうなんですよ、はいはい、正直もうエッチあってもなくても何だっていいんですよ。でもすごい気になります、ね、この青と緑の世界さえ見せていただけるならばもう何だって読みます。嬉しい、早く読みたい、読みます、はい、ちょっととりあえず私はあの親友の同棲してを読みたいと。そうですね、そうですね、今ちょうど発売されてるところなので、はいね、ちょっとすごい 長くもう私がロジ先生にはドハマりしているのでもう最高、最高ですね。いいですね。じゃあちょっとこれを楽しみに待っておきたいと思います。はい、はい、じゃあ長々と失礼しました。ありがとうございました、はい、それではバイチルー。